兵庫県ですね、旬ダイアリーさんの撮影のために来ました。 PR25 編集部で働いている宮内と申します。本選考は今5、6社出して全部通ってて、冬のインターンもまだ1個も落ちてないかな。すげえ叩かれそう、こんだけすごい偉そうに言っとってえくん、おはようございます。おはようございます。はじめまして。関西学院大学の3回生の伊藤海と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。関西学院大学ってどこにある？兵庫県ですね。5日にあの旬ダイアリーさんの撮影のために来ました。おお。せっかく東京来るんだったら対面で OB 訪問したいなと思って2日は前倒しできましたね。おお。それはもう自分でアポ取って、はい、自分でアポ取ってです。おお、すごい。じゃあ今日の1日の予定を軽く教えてください。今日は14時から15時まで対面でサイバーエージェントの方に OB 訪問して、その後はカフェで作業をして、で20時からはサイバーの内定者の方と夜ご飯を食べに行きます。おお、サイバー尽くしの1日だ。じゃあ今からどこ行く？本社の最寄り駅に行ってお昼食べたりしようと思ってます。じゃあついていきます。行きましょう。あれっぽいかも、マスコットキャラクターいるもん。えあれだね、これマジで緊張する。なんか田舎人みたいよね、ずっと上見てる。語彙力をすごい失してる今ね。あと何時間後？1時間半後ですね。本当にすごいな。りくん、最近の就活の状況は？最近の就活の状況は、本選考は今5、6社出して全部通ってて、今の段階では、うん、冬のインターンもまだ1個も落ちてないかな。そもそ も本選考に言ってることが私からしたらすごいんだけど、その優秀エピソード教えてください。10月に、まあ、6個面接受けたんだけど、その中の半分はその場で合格をもらえて、さらに言うとその中の1社は面接の過程1個飛ばしてくれた。初めからそんな完璧だったの？ええ、全然もう6月とか落ちた数の方が圧倒的に大きかったよ。何社受けて何社が落ちたの？夏のインターンでいうと30社ぐらい受けて20社ぐらい落ちてんじゃないかな。そこからどうやって挽回したの？もう完全にトライアンドエラーを繰り返したって形になるんだけど、ES 面接、グループディスカッションとか全部の項目で PDCA を回しまくったって感じかな。やりますで結局面接って誰かに判断してもらうっていう行為だから、うん、誰かに判断をしてもらうってことをどんどんやった方がいい。ここまで仕上がったら本選考余裕そうだけど、でもまだ自分的には課題はたくさんあるから、まあ、そこを直していかなきゃいけないなっていう感じ。受かる自信はある？受かる自信はある。うん、新卒採用してる企業全部俺取ればいいのになと思ってなんで？見えずにやり抜ける自信があるからかな。何を目指してるの？やっぱり納得したキャリアの一歩目を歩みたいっていうような思いかな。なんかもっとやっとけばよかったっていう後悔を絶対したくないの、だからとりあえず今を全力に取り組んでるっていうような感じかな。その気持ちがあるから頑張れてるのね。そうだね。行きましょうか。行きましょう。気合のほどは？結構緊張します。株式会社サイバーナウで、あの CR25 編集部で働いている宮内と申します。よろしくお願いします。お願いします。飲んでいいですか？じゃあ、じゃあ僕もいただきます。宮内さん、今月誕生日です。え、好きそうかなって思うの？え、マジですか？そんなことあります？選んで、めっちゃ嬉しいんですけど。え、ハリボ大好き。ツイッターのユーザー名ハリボだった。そうなんですよ。マジですごい嬉しい。これは大阪のミノーのクラフトビール。嬉しい。お疲れ様でした。ゆくん、どうでしたか？いや、すごい緊張したんですけど、宮内さんが話しようだったんで。いや、そんなことないですよお疲れ様です。はい、お疲れ様です。次は何しますか？次は今言われたことをまとめるためにカフェに行って、7時から、あの内定者の方とご飯があるので。あ、それもサイバー？あ、そうです。それまではあのまとめます、自分で。 OK です。じゃあそのカフェにもついていきたいと思います。じゃあ行きましょう。ゆうくん、何これ？OB訪問前に送る資料かな。OB訪問前に資料送るの？送る。俺、うん、じゃあ自分ってどういう人間なのっていうのをここら辺に書いて、で最後にこれみたいな。何ページぐらい作ってんの？10枚ぐらい。
10枚ぐらい。どんぐらい時間かかるの作るのに。1時間2時間ぐらい。そうなんだ。1時間時間使ってくださるんだったら、自分も時間使わないとなんかあれじゃない。でこれからまとめるんだ。そう、うん。サッカーの話で置き換えるとすごい分かりやすいんだけど、サッカー今から始めますって時に、うん、リオネル・メッシの動画を10時間見とっても上手くならんのよ。そうね、メッシすごい。ここで言うとシュンダイリの動画を10時間見ててもシュンダイリの動画を10時間見てても、うん、すごいな、南さん怖いなって終わっちゃうのよ。自分で1個イエス出してみたら、もうそれだけで5時間分ぐらいの学びあるのよ。うん、だから自己 PR 出してみて、あ落ちたわ、じゃあ自己 PR どうやって書けばいいのかな、じゃあ旬ダイアリー見ようとかっていうのでインプットして改善して出していくっていう、これの繰り返ししかないから、うん、なんかすげえ叩かれそう、こんだけすごい偉そうに言っとって。これで例えばなんかサイバー落ちてたら、なんかあいつざまあみろとかめっちゃ言われそうだよね。まあ頑張るわ。まあじゃあ作業頑張ってください。はい、頑張ります。はい、お疲れ様。お疲れ様です。この次はこの次はサイバーの内定者の方と一緒にご飯行きます。エイ君お疲れ様でした。一日密着はここまでです。ありがとうございました。バイバイ。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。